Midnight Driving 今夜二人で Midnight Driving 夜の街を Baby Midnight Driving 走り続けるお前と Driving Tonight Shake 45皆さんこんばんは。わあれいやいやいや、そんなことない。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。先だって あの地震は本当にあのすごかったですね。すごかったですね。あのまずもってあの本当に被災された方、あの怪我をされた方、心からあのお見舞い申し上げます。もう経験したくないよね、あんな恐怖。もう嫌ですね。六本木だって停電したんでしょ。あ、なんか信号も止まっちゃったとかっていう話もね。驚きました。もう、あの時あなたは何してました？僕ねテレビ見てたんですけど、最初ね少し小さな地震来たじゃないですか、2分前ぐらいに。そうらしいですね。でその後ドーッと来たから、もう僕逃げたんです、家から。あ、どこへ？外に。ほう。だってうち潰れるもん。あ、確実に。あ、もうかなりその年季が入ってる。年季が入ってる、はいはい。で帰って戻ってきたらもうビデオがガンガン落ちてて、もうえらい騒ぎでした。もう大掃除ですよ。そうでしたか。うんうん、どうでした？え、私その前にルカちゃんは私あのリモート会議してました。かっこいい。あの大阪の方と、はい、福岡の方と、うん、あの3点つないで会議してました、うん、会議を。あのビデオ制作の会議してました。かっこいい。でも停電にならなかったんだ。停電にならなかったですね。お、よかった。だから各地の揺れ具合が全然わかるっていう、この本当ですか。福岡全然大丈夫とか言って話してました。私はね、うん、はい、爆睡してたんですよ。ああ、で、あの爆睡してね、女房が起こしに来たんですよ、うん、その震災あの地震が来た時、あなた大変よってね、大変だ、うん、そうかって言って、またそのまま爆睡して、大物じゃないですか。あれで今回すごかったの、新幹線がさ、17両のうち16両脱線しちゃったって。まあ本当にね、すごいね。あのなんかあの本当に怪我をされた方、やっと立ち直ったのにね、またつまずく、なんかこう出鼻をくじかれたりして、あの辛い思いしてらっしゃる方たくさんいると思いますけど、はい、あのみんなで心合わせて本当乗り切っていきたいなと、はい、あの何もできないですけど負けないで、あの頑張っていきたいと思います。みんなで声掛け合ってね、うん、あの行きたいなと思いますので、どうかめげずに立ち上がっていきましょうね。さて、それでは先だってですね、あの滝庵の CSS、はい、下北沢のおとくらというライブハウスで、はいはい、初東京進出ライブをやらせていただきました。それがちょうど 3.11 の、そうだったんだよね、日で、まあ偶然そうなったんですけど、おとくらの進出ライブをつないでくださったのが、あのフリージャムというね、あのボランティア団体の方々なんですけど、その方々が石巻に無料配信という、またそういうパイプをつないでくださって、その下北沢でやってるライブを、その今までずっとあの仮設住宅のライブでいつも見てくださった方々がみんな見てくださってね、うん、無料配信ライブで石巻とつながって、その後ズームでこう声がつ、うん、ね、うん、会話ができるという、うんうん、あんなライブ初めて体験させていただきましたけど、とても思い出に残るライブさせていただきました。後ほどその模様は皆さんにまた見ていただこうと思いますが、今日は1曲目、はい、あなたが選んだこの曲から皆さんにご覧いただこうと思うんですけど、意外な曲だと思います。聴いてください。 Get on Do。 悔しいけれどお前に夢中、 Get on do、 Oh get on do、 その売れた肌潤んだ瞳、 Get on do、 Oh get on do、 透き通る白い肌、黒いドレスに包み、髪を振り乱したままで踊る、 Get on do、 弾けるドレスの裾、愛をちらつかせて、
めてはお前は光る。衝撃的なお前との出会い、ギャランドゥ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 、ひとよ限りの恋でもいいさ、ギャランドゥ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 、男を誘ってはくるりと背を向ける、そんな仕草に憎いほど燃える、ギャランドゥ、みんなが俺に言うぜ、あいつには近づくなと、走り出した恋の汽車は止まりゃしないぜ。真っ赤な唇がキラリと光るたび、狙った男を落としてく、ギャランドゥギャランドゥ、oh, ギャランドゥ、狙った男を落としてく、ギャランドゥギャランドゥギャランドゥ、なんとかできたね。できたね。なんとか、なんとかできた。まあちょっと少し邪魔しながら。いやでも滝さんこの曲合ってた、そうなんですよ。合ってたよ。うん。ですかね。なんか西城秀樹さんと滝さんってなんか結びつきづらいんですけど。うん、あれ足の長さとか比較的同じだったんじゃないかな。いやでもたまたまこのあのジャズアレンジの歌ってらっしゃる動画を見て、とっても素敵でしたね。そうなんですよ。この曲のメロディーって実は滝さんの声にすごい合うんじゃないかなと思って、ね、いやでもまたそのジャズアレンジをなんか見事に、うん、いやあの割とまあ、あまあでもなんか滝さん合ってましたこういう、あの、うん、西城秀樹さんと実は同い年でね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから秀樹さんも生きてれば私と同じ今、38若い、まあまあ置いといて66なはずなんですけど、うん、僕もね、まあ、あの昔2週間だけお世話になりました、あの西城秀樹さんは。うん、あの大阪のね歌舞伎座でね、うん、ライブをやってて、うん、それそこで僕は公演をちょっとお手伝いして、うん、あなた意外といろんな人サポートしてますもんね。すいません、すいません。ですか、まあ、あのルカちゃんの、あの本当にびっくりしたあの選曲で皆さんにははい、ギャランドゥを見ていただきました。ね、よかったよかった。またなんかいろいろピックアップして見てくれますか。どんどん曲増えていくね。そうですね。ライブできちゃうぐらい。そのうち、伊吹ルカと滝智晴で、昭和歌謡でいろんな川勝さんと ね、え、うん、3人で、うん、僕これ昭和ですよ。僕行きたいの。僕行きたい昭和歌謡当たり前じゃないですか、陽ちゃん、はいはい、置いていけるわけがないじゃないですかね、はい、あの皆さんまた楽しみにしていただきたいと思います、はい、さて今夜の、音のゲストミュージシャンはなんと御年88歳というね、あの大変な年配のジャズスタンダードシンガー、相島美恵子さんを今日は実はお呼びしてるんですけど、まあ、なぜこの方を今日はお呼びしたかというと、88歳今なお現役で歌っていて、一つのショーに向かうのに半年前から練習するんですよ。それで、なんていうのかな、もう上昇志向という、もうエネルギーの塊みたいな、あのおばあちゃんっていうと怒られるんですけど、一緒にステージやってるとご夫婦ですかとかいう人がいるんですよ。夫婦じゃないですか。え、だってなんか100歳ぐらいに見える
まあしかしながら本当に素晴らしいプロ根性の持ち主相島美子さんを後ほど皆さんにはご紹介したいと思いますので楽しみにお待ちいただきたいと思います。さて今日の横浜歴史散歩、今日はみなとみらいへ行ってまいりました。名物コーナー横浜歴史散歩をご覧ください。みなとみらい編前編です。さあ皆さん、横浜歴史散歩、素敵なロケーションの場所にやってまいりました。横浜といえばみなとみらい、みなとみらいといえばランドマークタワーに日本丸です。実は私20代の若き日に日本丸をテレビで見て超感動しまして、日本にこんな素敵な建物が、建造物があるのかと、そしてロマンという歌を作りました。まさかこの横浜でその日本丸と巡り合うだなんて想像もしていませんでしたが、これは運命ですね。さあ今日はこのみなとみらいから横浜歴史散歩、皆さんにお届けしてまいります。日本丸はもともと文部省が船員養成用の練習船として昭和5年に川崎造船所で作られた船なんです。さてここでちょっと余談ですが、川崎造船所というのを神奈川県の川崎市にあると思う方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、実は川崎正造さんという方が神戸に作った造船所のことなんですね。川崎さんが先輩として慕ったのが二度も総理大臣になった松方正義、その息子の幸次郎さんが川崎さんの後を継いで川崎造船所を大きくしました。松方幸次郎さん、皆さん覚えていますか？あの上野の西洋美術館の松方コレクションを作った、あのロダンを経済援助した松方幸次郎さんだったんです。さて日本丸は54年間練習船としての使命を果たし、その座を昭和59年に2代目に譲ったんです。さて古くなった日本丸はその後どうなるのか、日本中でその争奪戦が始まったんです。日本丸を我が町にという都市が横浜を含めて10都市、神戸、大阪、小樽、船橋、新港、清水、豊橋、福岡、そして鹿児島という町でした。それぞれの町が誘致合戦を始めました。その中で横浜市が掲げた帆船日本丸保存活用基本計画と約83万人の市民の署名により見事横浜が日本丸を獲得しました。その計画とは、帆船日本丸を旧三菱造船所内の明治32年に作られたドック内に係留し、周辺をドッグパークとして整備するというものでした。日本丸と同時に海洋丸という姉妹船も作られていました。海洋丸は現在は富山県の海洋丸パークというところで展示されているそうです。ここも丘の上ではなく海の上に浮かんでるんですね。日本丸は見ていただいた通りいつもは帆を畳んでいるんですけれども、年に数回全ての帆を張ってその雄姿を皆さんに見ていただくという、そんなイベントがあるんです。それを総帆展帆と言います。航海訓練所の協力のもと、訓練を受けた市民によって全ての帆が張られます。総帆展帆は現在はコロナのために中止されていますが、再開されたらぜひ見たいものですね。この船が浮かんでいるところ、ここを第一号ドックと言います。さあドックとは一体何なんでしょうか？
教えてしんぜよ。ドックとはな、船を建造したり修理するための施設の設備のことじゃ。よく見てみ。ここから船を入れて門を閉める。するとじゃ、なんと海水を抜くことができるんじゃ。船を台に乗せて外側の修理もできるんじゃの。すごいじゃろう。ドックとは日本語で船橋と言われておったんじゃ。横浜船橋株式会社がその正式名称じゃ。横浜にドックを作ろうと提案したのは、あのなんと水道を作ったパーマー大佐じゃ。ああそれはいい、ぜひ作ろうと横浜の人をなんと説得してくれたのが、あの渋沢栄一なんじゃな。ところで昔ここにはドックが3つあったんじゃな。そのうちの2つが残っておる。あの日本丸を係留しているところが第一ドック。あれは明治32年に建てられておる。しかし実は隣にあるここの第二ドックはさらに古く、明治30年に作られておる。1号が新しくて2号が古いんじゃな。変な話じゃ。さてその第二ドックだが、今はドックヤードとして保存されておる。ここがそのドックヤードじゃ。横浜はすごいの。さすがじゃ。ところでじゃ、この石垣を作るその作業に従事していたのが、あの文豪長谷川慎さん。なんと小学校の3年生の時じゃったそうな。なんとも生活を支えるための長谷川慎さん、いじらしいの。その長谷川慎さんが書いた随筆ある姿勢の図にこう書いてある。石工が積み上げる石に水をやったりむしろをかけるなどの補助作業をしていたと書かれてるんじゃな。新さんのお父さんが家庭内暴力がひどく、お母さんは家を出て、その長谷川新さんは港で仕事をしながらその落ちていた新聞を拾ってじゃ。そしてなんと漢字の勉強をしとったそうな。ああ涙が出る話じゃ。ああいかんいかん、わしはここで失礼するぞ。今山下公園に係留されている氷川丸も昭和5年にここで作られました。横浜船橋は後に三菱が引き継ぎ、昭和18年に名前も新たに三菱重工業横浜造船所になりました。現在は本牧に移転して三菱重工業横浜製作所と名前を変えて、船だけではなく幅広い製品を作っています。当時の機械がここに展示されてありますが、エアコンプレッサーと書いてありますけど、なんか大きなアートのような感じがしますね。さて皆さん、日本丸をちょっと脇に見た、ちょっとここあのこじんまりしたところなんですが、ここにこんなものが立っています。これは長谷川慎と読むんですね。あの昭和の文豪、日の出町出身の長谷川慎さんを称える文学碑、ここに立っていました。あのまぶたの母を書いた長谷川慎さんです。横浜の人はここで働いていた長谷川慎さんを忘れてはいなかったんですね。嬉しいですね。長谷川慎さん文学碑のすぐ横にこんなものがございます。彼の弟子で次郎長三国志など多くの歴史文学を残された村上源蔵さんがここにこんな追悼文を残しています。生きるとは生きる価値を見つけることだと最後の病床で先生は言い残された。少年の頃、先生が働いていた横浜の旧ドック跡に
一生を人のために費やし無私を貫き通した先生を記念して多くの人々の助力のもとにこの文学碑を建てた。昭和60年10月17日門弟代表村上源蔵。なんか涙出そうですね。池波正太郎さんほか多くの弟子たちを育てた日の出町の長谷川慎さん。ルカちゃん、あなたの町日の出町からこんな偉大な人が出たなんてすごいね。横浜は戦後進駐軍の本部があり、戦後長く占領されていたために復興が大変遅れてしまいました。また東海道という交通の要所にできた JR 横浜駅のエリアと市内の桜木町、関内のエリアがここにある造船所で分離されて横浜の町づくりが大変遅れてしまったのです。さらに当時の横浜は東京の郊外ベッドタウンとしては人口がどんどんと増えてきたんですが、都市としてはいまいち明確なものではありませんでした。1965年に当時の飛鳥一雄市長によって横浜六大事業計画が登場しました。その後この六大事業が横浜の発展に貢献しました。この丸一の都市部強化事業こそがみなとみらい計画だったんです。簡単に言うと横浜市内にビジネスタウンを作り、東京ではなく神奈川県民がこの町で仕事をするという、そういった都市計画を考えたんです。左の写真が埋め立てられる前のみなとみらいの写真、右が現在の地図です。この青い部分が埋め立てられたんですね。ここがスカイドックの出発点です。さてスカイドックって皆さん何かお分かりですか？テレビでご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、スカイドックとは水陸両用車なんです。ここから陸上バスとして一回りして、その後海にザブーンと入り、この辺りを一周してくるんです。ちょっと乗ってみたいですよね。こっから出発でこう陸地を走って、こっから海に入ってこう行くんでしょうね。行ってらっしゃい。現在は休館中なんですが、横浜の港の歴史が詰まった博物館、4月からリニューアルオープンです。みなとみらいといえばやっぱりなんつったって皆さんランドマークタワーですよね。まあしかしランドマークタワーは次回に皆さんにご紹介したいと思います。さて今日はこの後はこの桜通りを海の方へ行ってみたいと思います。あ、来た来た来た。すごい、すっごいですね。迫力あるな。乗ってみたい。コスモワールドです。こんな都会のど真ん中にこんな施設があるってすごい素敵ですよね。このコスモワールド、実は大阪の専用工業という会社が経営しているんです。専用工業はもともと1989年の横浜博覧会の時に作られたコスモクロックと呼ばれた大観覧車を作った会社です。その後博覧会が終わり、コスモクロックがここに移設される時にここに新たに遊園地を作ったのです。週末には日本全国から若者たちがきらびやかなイルミネーションを見に集まってくるみなとみらいが完成したんです。都会のど真ん中にアミューズメントパークを作るという大胆なその計画は見事大成功しました。コスモワールドの大観覧車が後ろにそびえております。皆さんここへ来てぜひ乗ってください。私絶対乗らない。高いところがアウトです。
横浜のシンボルとしての顔を持つ大観覧車コスモクロック21は高さ 112.5 メートル、定員480名、平成元年にできた時は世界最大の観覧車および世界最大の時計としてギネスに掲載されたこともあるそうです。万葉クラブです。天然温泉ランキングでは常に上位を維持している人気スポットです。これやってなんか食べられるの？さて今カップヌードルミュージアムの前にいます。カップヌードルを作った安藤桃福さんという方、この方の成果がある大阪の池田市とここ横浜とにそれぞれカップヌードルミュージアムがあるんですね。インスタントラーメンにまつわるさまざまな展示や体験を通じて発明発見の大切さを楽しく学べる体験型ミュージアムです。さてハンマーヘッドと赤レンガ倉庫ですが、以前1回行きましたので今回はパスです。最後はロープウェイエアキャビンに乗って桜木町まで帰りましょう。なんかねワクワク、ほらスケルトンのエレベーターあるじゃないですか。もうあれね大嫌いなんですよね。この都会のど真ん中でロープウェイって見たことないですよね。日本初世界最先端の都市型循環式ロープウェイですと言われているんですけど、実は明治45年大阪の通天閣と新世界ルナパークを結ぶロープウェイがあったそうです。これが日本初の営業したロープウェイで8年続いたそうです。ルナパークって知りませんでしたが、もともとはコニーアイランドにあった都市型の遊園地の名前から取ったそうです。ハリウッド映画で見た気がしますね。日本では浅草にできたのですが、その後浅草は閉めて大阪にできたそうです。なかなか優雅な乗り物でしたね。みなとみらいは新しい優雅な町の発展の象徴です。ここにあった造船所は長谷川慎さんや吉川英治さんたちが子供の頃に働いていた、何かこう時代を象徴する悲しさがそこにありますね。そしてみなとみらいはこの都会のど真ん中に遊園地を作って見事に大成功しました。中華街で食事をして、そしてこのみなとみらいの夜景を楽しむ、何かこの街全体が観光都市化して本当に賑わいを見せています。次回はどんどんとビジネスタウンとして発展しているこの街みなとみらいと、そして埋め立て地の上にできた巨大な音楽イベント会場、ここを皆さんにご紹介したいと思います。お楽しみに待っててください。いや、今回あんまり歩いてないですよね。あ、さすが。見破ったね、お主。あのね、6000歩ぐらい。いつもはだいたい1万5000ぐらい行ってますから、半分以下かな。ね、でも久々になんか横浜に戻ってきましたね。あのね、本当にあの歴史散歩好き、うん、あのエリアだけって近場でね。そう、近場ですごい大好きです。もうあとなんか日本丸見たりね、なんか、いいやね、あの景色が、ね、僕ね横浜にいる理由はね、うちの父親造船なんですよ。お父様が石川島播磨重工業 で、 ああ、そう、でうちはタンカー作ってた、うちの父親がね。だからああいうドックよく見てますよ僕も。そう、うん、そういうお父さんからどうしてこんなこんなやつができた。いやだから横浜いる遊園、そうなんですよ、本当造船なんです。そうなんですか、うん、そうなんですよ、うん。
ほらあの長谷川慎さん の、うん、あの文学碑が本当見えないところにあるんですけど、はいはい、ぜひ皆さんに見てほしい、全然知らなかったです。あなたのほら日の出町出身の方なのにね、ご近所の方です、ね、それで、ね、その池波あのあごめんなさいあの長谷川慎さんの隣にそのあったあ村上健玄三さんか、うん、あの生きるとはの、うん、あの言葉がもうしみるね、生きる意味を見つけること、うちらのこの年代だとね、うん、その価値を見つけることが生きることなんだっていう、うん、皆さんあのねあのぜひちょっとマイナーなあの文学碑でありますけど、ぜひ見つけに行ってあのいただきたいなと思います、ねね、さあお待たせいたしました、いよいよ私がたまに夫婦と間違えられる大先輩、うん、御年88歳の現役ジャズシンガー、すごいですね、相島美恵子さんをどうしてもご紹介したいと思いますが、この方はもうどうしても私あのブロードウェイに行きたいんだと言って行った、うん、どうしても私はという常にそういうこう、うん、高みを目指す気持ちをずっと持ち続けてるからこそ私がずっと尊敬できてるんだろうなって本当思います。彼女とのちょっとステージ、そしてインタビューをご覧いただきましょう。That's like a radio turn. I like the free fresh within my ear. Life when I can. All right. ダンサーでありシンガーであり、しかもあのジャズスタンダードを中心に歌ってこられた方で、まあ私ママとの出会いは30年ぐらい前ですか、うん、そうですね、あなたがエクセレントコーストで、はい、クリスマスの時に歌ったのを見たのが初めて、はい、まあ、それでねお声をかけていただいて、うん、まあ、毎年やってらっしゃるママのディナーショーにお前ちょっと来いって言われてね、うん、それでまあそれから約30年近く、あの東京の生まれなんですよね、東京深川の生まれ、お父様はなんかあれでしたっけ、飛び職、飛び職で、うん、手編でって感じなんですよね、うん、そう、でももうすごいあの時代の明治の人にしてはね、はい、入れ墨一つ彫ってないモダンな人よ、あ、そう、うん、子供に、はい、あの入れ墨を彫った親父の姿は見せたくない、そう、うん、素敵な人、デビューはおいくつぐらいの、18ぐらい、夜のスタジオにその踊りと結局タップダンスとか何とか全部習いに行ってたのね、どうもそっちの方が好きになっちゃって、もう親に内緒で学校辞めちゃったのよ、ああ、そう、うん、それでやがてママはデビューされるんですよね、そう、それがね、はい、最初なかなかね歌の仕事ってあるようでないんだけど、はい、最初ダンスのチームに入って、はい、結局 1,2 年仕事、はい、駐留軍関係の仕事をしてたわけ、駐留軍、うん、つまり米軍の、そう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 、はいはい、なそこに行くとねハンバーグが食べられるっていうことが最高の喜びで、ハンバーガーに釣られて釣られてまあだけどね、いつまでもそのチームのねダンサーじゃ いたくないわけよ自分は、 なんかしなくちゃと思いながら、はい、まあ歌の勉強もしてたのね、うん、そしたらもうその頃すごい私遊びが好きで、もう夜毎日マニエラとかもう本当に毎日ナイトクラブ遊びに行ってたの、そこに浜口蔵之介がやっぱし遊びに来てて、私にダンスを踊ってくれって誘ってくれたわけ、ああ、その演奏中に浜口さんが、はい、うん、そして私とダンスを踊ったらね、お前すっげえいいリズムしてるなって言うわけよ、はい、そうっつったらお前うちのバンドに来いって言うわけ、はい、それでねすぐ
バンドにクレイジーキャッツに、最初の3人のクレイジーキャッツでほらちょっと有名になってたけど、もう一つセカンドバンドがあったのね、うん、そこに誘われて銀座のクラブシローとか有名なナイトクラブに出てた。ドラムが花はじめと、そしてピアノが桜井千里さん、そうそうそう、初代のクレイジーキャッツのメンバーですよね。そうそうそう、うん、まあその後メンバーは変わりましたけどね、はい、それでもいつも優秀なメンバーで、うん、私にねその頃ね3万円っていうお金をくれたの、月に。今で言うとどれぐらいですかね。今で言うとまあ 20-30 万でしょうね、うん、で浜村道子あたりは 12,000-13,000 だったね。あら、暴露しちゃっていいんですか。いやいや、ほんと、そしたらみんながね、愛島だけがそんないいお金だから多分ね、じゃないかなんて噂だけど、全然そんなことはなかったわけ。浜村道子さんっていうのはね、バナナボートで、そうそう、その後 ね、うん、うん、そうそう、有名になった人だけど ね、うん、はいはい、そうですか。まあ今でも付き合ってますけど、今でも私に踊り習いに来てるわよ。それがすごい、ね。まあ後にママは日劇でステージ、いや、その結局そういうバンドとかやめた後ね、はい、日劇ソロシンガーになって、はい、赤坂のクラブだかコパとかに歌ってたわけ。コパ、うん、コパ、そうそう、はい、でどうしてもアメリカ行きたくてね、はい、でその後私踊りも踊りたいからショーがやりたかったわけ。なるほど。それで浅草の新世界とか帝とか、はい、ショーのね歌い手になって、それで結構いい仕事させてもらって、はい、でだから踊りも歌も今でもやってるって感じかな。なるほど。 I think of you every morning, dream of you.Darling, yes, Mom. I never know whenever you're inside. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me.見ていただきました。いい雰囲気ですね。まあ、僕はなぜこの方をご紹介したいかというと、こんな方がいるんだということをもう皆さんに知ってほしくて、彼女のショーをずっと、もうほらその若い時から彼女を支えてくださったファンの方々がずっとついてきてくださるんですけど、で相島さんが、まあ、もちろんもう皆さんもうね、70、80、90のお客様がたくさん来てくださるけど、やっぱり亡くなられる、うん、でお仲間がだんだん少なくなる、とんでもないです。近所に食事に行った、食事してたレストランの従業員が社長とみんなで来る、なんかどっかでコーヒー飲みって、そこの喫茶店の経営者と お母さんとか もう息子さんが、この方はね、人をこう引きつけていく磁石みたいな人なんです。求心力がすごいんだ、うん、これはね本当にすごい、ね、うん、私もね本当に下世話な話ですけど、いただくギャラよりつぎ込む機材費の方が高いぐらい。でも一緒にやるのが楽しいんですよね。なんかね、滝さん完全にトニー・ベネット状態ですね。この一曲トニー・ベネットと、95歳ですね。相島美衣子さんが世界でナンバーワン の年をいったジャズシンガーかと思ったら、トニー・ベネットっていう人が現役でまだ、ね、いらっしゃる、95歳、トニー・ベネット、うん、I left my heart in San Francisco のトニー・ベネット、そうそうそう、かっこいいですよ、あの人。でも滝さんはそんな感じですよね。
ね、あの人もあの憧れてますね。タキさんでもこれすごい合ってますね。めちゃめちゃ本当歌も夫婦みたいだし本当にあのな言っていいことと悪いこといやすごくいいカップルです、ね、まあそれぐらいにやっぱ僕がやっぱママにその系統してるからだと思いますけどね。あと僕ね30周年の時に相島美由子さんゲストで出ていらっしゃったんですよ。タキさんの、はいはい、でね楽屋でねちゃんと衣装着たままちゃんとね座ってるんですよ、ビシッと、うん、はい、彼女だけですよそんなことやってたの。 どういうこと。もうちゃんともう衣装も全部着てしっかりもうバシッと座ってて、うん、他のやつはみんなシューマイ弁当食ってこうやってあーとかってやってる本当にやっぱ違うんですよね。だからステージでもね必ず2ポーズ衣装をお持ちになって、うん、衣装もねあのロサンゼルスまで買い出しに行くんですよ一人で。そうするともうママのご友人がロサンゼルス空港に車で迎えに来て、それでそのお店の衣装とか片っ端から買ってね、で日本持って帰ってね、もうレジェンドというかもう本当伝説の方ですよね、もう今やね、まあ、生きる伝説が一緒にやってて本当に楽しい方です。さあそれじゃあ相島美恵子さんの後半皆さんご覧いただきましょう。相島美恵子どうぞ。I remember every little thing you used to do. Oh, I'm so lonely. Every road I walk along, I walk along with you. No wonder I am lonely. The sky is blue. The night is cold.The moon is new. The love is old. And when I wait, he is out on my singing. Love, but come back to me. Oh, yeah. Love, but come back. Oh, love, but come back. Love, but come back to me.Baba come back, Baba come back to me. まあそんな上昇この希望というかそういう思いが強いママが海外へ出ていくんですよね。うん、そうアメリカにねどうしても行きたくて、はい、アメリカにあの子供の頃からあのブロードウェイのあのブロードウェイの道に一歩足を踏むのが私の夢だったの。360円の時代で高いね、うん、はい、それであの保証人がいないとダメなわけよ、うん、でたまたまそのハワイのあハワイじゃないやサンフランシスコでクラブやってる人が保証人になってくれて、そしてアメリカ行ったわけ。なるほど。パリにあるムーランルージュが実はサンフランシスコにもあって、ママはそのサンフランシスコのムーランルージュに出演していたんですね。 そうそのムーランルージュ あのオーナーの奥さんがダンサーだったの。その時、はい、あの新世界で知り合ってそれを手釣りに行ったわけ。それ でもちゃんとしてたって向こうはオーディションがあるから、はい、オーディションで一応 OK 取らないとアグバっていうのがあって向こうであの芸能生活ができるっていう保証がいるわけよ。なるほど。だから結構大変だったその頃ね。あのムーランルージュに石原慎太郎とか石原裕次郎、ああ石原ごめんなさい石原裕次郎とか、はい、長嶋さんそうそうとか、はい、みんな遊びに来たわよ、ね、うん、なんかみんな紳士だったっていうのもすごい紳士だ。やっぱ一流の人は紳士なんだなと思った。本当に品のいい人たちだった。マイルス・デイビスにちょっと言い寄られたという話聞いたんですけど、いやいやマイルス・デイビスとあのスタン・ゲッツとはデートしたわよ。そうですか、うん、どんな感じだったんですかそのデートは。まあデートはクラブに行ってお食事に行って、はい、まあその後は、はい、まあお断りしました。大和なでしこですね。そしたら、まあ、その悪口言ったらどこのミュージシャンも同じだなと思って昨日はどうだった昨日はどうだったってみんな聞くのよ。だからいや世界中ミュージシャンと同じだなと。
さてママはそのムーランルージュから、うん、なんと今度世界のショービジネスの世界を渡り歩くんですよね。あの結局ね、あのアメリカは結局契約がないともう2年も3年もいられないわけの、私ビジネス契約だから、はいはい、そしたらほら1年経つと契約が切れちゃうと、はい、またどっか出て帰ってこなくちゃなんないわけ、うん、でたまたまそこに奈良香織っていうね、はい、今ハリウッドのスターと結婚して別れて、で今はなんか美容の関係の仕事、メイクか何か、そう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 、彼女の紹介で、うん、ヨーロッパのエージェントを紹介してもらって写真を送ったりして仕事がくれて、それでヨーロッパ行くようになったの。あの当時のあの若さのママともしか巡り合ってたら結婚しないだろうね。いや、いやちょっとなんかねこれ私は分かんない。だからね、ママはね僕にね、うん、こう言ったんですよ、うん、もう滝私ね世界の24カ国回ったけど、うん、本当にねもうレストラン入ってお金払ったことないし、次の町へ行っても、うん、もうどっかからかなんかチケットが舞い込んできてお金あんまり使ったことがないのよって。本当にね、はい、アメリカに帰るったらチケットをね買ってくれたりね、はい、まあそれって日本に戻ってきてその相島美恵子の、なんていうんですかディナーショーが始まるわけですよね、うん、そうですね、ね、本当にどんどん輪が広がって、本当でもまあ、うん、タキさんと知り合ったことはだけど私一番幸せだよ。あら本当ですか。うん、いただきました、うん、今は広くは活動していらっしゃらないんですけども、まあ、こうやってパラダイスカフェを拠点に、2,3 ヶ月に一度ディナーライブをやってくださってますが、実はこの相島さんが若い時代に出されたレコードが、うん、確かね岸辺はまだ遠いというレコードがつい 4,5 年前に配信ですか、配信リリース、世界配信、いや、ね、CD ももう出来上がってます、うん、でタワーレコードにも今売られてるんですけど、うんね、滝さんと出会えたのが一番幸せって言ってました。ああもうね、もう、うん、なんか一緒に歌ってるとその包まれてね、うん、本当涙がこぼれてきちゃうんですよ、うん、それを見て お客様もねみんな本当に楽しんでくださるんですけど、あとほらジージカンバックとか言うじゃないですか。あれ面白かったです。俺もね結構応酬するんですよ、うん、であれはほんのちょっとでしてね、
もうものすごいこと言わせていただいてるんですけど、はい、それがまたねあのステージでジジババが喧嘩してるのが皆さん楽しいと言ってね、なんか楽しみに来てくださいますが、まあ、あの本当に尊敬をする素敵なあのアーティストエンターテイナー、愛島美恵子をお届けいたしました。新入学シーズン、卒業シーズン、また新たなこの門出のこのシーズンによかったらあのチョコレートパウンドケーキぜひ贈り物にいかがでしょうか。今あの簡単にあの買えるようにあの今ネットで注文ができるようになっておりますので、カードがね使えるなって、本当ね、まあ本当ぜひぜひ皆さんに応援をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最近そのあれしょ、また新しいシェフの方が入られて、はい、あの今度なんかディナーやってますよね。で、まあ、イタリアで4年ほど修行されて戻っ、まあ、日本へ帰ってこられて、いくつかのお店を回られてご縁があって、パラダイスカフェで今腕を振るっております。南部稽古って言うんですけど、まあ、僕らなんちゃんなんちゃんって言うんですが、彼女の本当にあの洗練されたイタリア料理を日本 の、はいはい、あの皆さんに口の合うように本当こうリメイクしてくださって今大評判をいただいてますので、うんね、あのパラダイスカフェでね月に 2,3 回なんちゃんのディナ ーイベントやってる、コースをいただけるんですね。そうなんです、うんうん、で 料金ちょっと抑えて、うん、あのお肉のランクがねやるたんびにだんだん上がっていくんですよ。もっと高いやつがいいとか言って、であの今あの和牛の霜降りをさらにすげえチョイスしまして、それで6品出て4400円税込み、あ、はい、美味しそう、皆さんぜひ、チェックしていただいて、なんちゃんのディナーイベントにぜひお越しいただきたいと思います、うん、はいはい、というわけで、駆け足でやってまいりました、今日の、シェイク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 疑問形になりましたけど、あのね、いろいろやってると頭の回転がついていかないんですよね、まあ、そういうあの今とてもいい年代に入ってまいりました。今日この間のねだからライブをうちらやったじゃないですか、 CSS でね、はいはい、あのなんとその日3月11日だったんですね、うん、そうですね、偶然にもあのそれで、この曲をアンコールでやらせていただきました。 3.11 下北沢おとくらのアンコールの一曲ご覧ください。海よ空よ大地よ、しかしあの日テレビで見たあの堤防を乗り越え襲いかかってくるあの荒波を見たとき、もう呆然として立ちすくんでしまいました。私は1年後石巻に何かお役に立てることはないかという思いでお邪魔いたしました。1年経っても全く変わらないあの荒波に削られた荒涼とした姿がずっと広がっているその姿を見て本当に言葉をなくしてしまいました。でも出会った石巻の皆さんは笑顔で、そして本当に私の歌を楽しんでくださいました。気がつくと青い空と穏やかな海に僕は包まれていました。偉大な自然の前で人間のか弱さと、でも生き抜く人間の心の強さを石巻の
皆さんに教わった気がします。最後のこの一曲は今日ここに来てくださった皆様と、そして中継でつながっている石巻の皆さんと、一足先に天国行っちゃった正蔵さんに心からお届けしたいと思います。海よ、空よ、大地よ、ありがとうございました。Again!
どうもありがとうございました、CSS との初の、ねあの東京進出ライブでしたが、またぜひあの第2弾第3弾と重ねてまいりたいと思いますが、ルカちゃん、はい、あなたは最近のステージはなんかないんですか？4月の9日に、うん、あの大岡川の日の出桟橋というところから、はいはい、ベネチア号という遊覧船に乗ってそれこそみなとみらいの方まで行ってでお花見帰ってくるっていうそのありますそのお花見クルーズ そこでステージやるんですね。そうですね、着ぐるみを着て夏メロをやるっていう、いやいやもう、あの日の出サンデーズが、はい、そのうち俺たちもね、あの昭和、うん、昭和歌謡であの3人でやりますから、あ、ね、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますが、どうもありがとうございました、シェイクは数えて45回、皆様に支えられてますます爆心してまいります。また次回もお楽しみに。ようちゃんご苦労様でした。ルカちゃん、はい、また次回。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。それ言うの忘れてた。港の明かりが滲む横浜午前0時、行き交う人もそぞろ、チャイナタウンの外れ、馴染みの客にブルース歌う俺の横で、チャイニーズの子さんの笑う声が今日も響く。 Oh, oh my sweet home, Oh Paradise Cafe、男と女、長い夜を求めて、 Oh, oh my sweet home, Oh Paradise Cafe、 Oh 女も弱す麦茶のカクテル、バーボン片手にピアノ、口ずさむオダニを、生まれた街は遥か遠く